M104 ウルバリンへ突撃橋。アメリカ陸軍第20工兵大隊第59工兵中隊所属 M104 ムルバリンへ突撃橋はジェネラルダイナミクスランドシステムズにより製造された装甲戦闘工兵車両である。本社は作戦任務中の部隊に対し迅速に展開可能な加強能力を与えるよう設計されている。25年以上にわたり、 アメリカ陸軍は M60 パットン系列の戦車を元として装甲化された可橋車両を製造していた。しかし、米陸軍の旧式な M60 アベルブは遅すぎ、戦場で起動する M1 エーブラムスに後続できないことが判明した。加えて、M1 は重すぎるため、非常な低速でしか M60 アベルブの橋を安全に渡ることができなかった。 新規の走行架橋車両を配備する計画は1983年に始まり、1994年にジェネラルダイナミックス、ランドシステムズとドイツの満起道橋 GMBH が契約を結んだ。最初の試作車両は1996年に試験を受け、初の量産型が配備されたのは2003年だった。基本的に M104 は M1A SEP、 エイブラムスから砲塔を抜き、代わりに、強梁の天井ギアを装着したものである。M1 の車台で構成され、M1 と同じ速力、機動性、生産能力、輸送性を持つ。M104 の開発において、この共有性は設計の鍵だった。M104 はまた、地域の野戦指機関たちとの連絡を維持するよう、設計された先進の通信設備を備えている。 しかしながら、この車両それ自体は全く武装を施していない。M104 は、車体内部に登場した2名の乗員によって操作される。搭乗員は両名とも佳境操作に加わる。その際、車体上部の橋梁は2つの部品として、傾向されている。一度佳境場所を選定すると、この車両は、中敷によって、自らを定位置に固着する。 二部分からなる橋梁は相互に連結し、それから橋梁全体が障害物を横断して転調され、定位置に落とされる。作業中の搭乗員は、もし必要であれば、小さな修正を加えられる技能を持つ。作業が完了した後、M104 は橋を渡り、逆の側から手順を単純にやり直して、橋梁を回収する。架橋は5分以下で行われ、また、 10分以下で回収が行える。搭乗員はすべての家庭において安全な彼らの車両から出る必要がない。一度架橋された26メートル超のレグイン橋梁は70トンの車両が時速16キロメートルで通過してもこれを指示できる。このように M104 は最も重い車両でもクレーターや残酷、損傷を受けた橋を回避し戦闘速度で渡らせることができる。 この機動力は気候部隊にとって決定的な優越性である。アメリカ陸軍は44両の M104 を受領し、選ばれたいくつかの公平部隊に分配している。もともとアメリカ陸軍では465両を調達するつもりだったが予算削減、そして最近の戦術思想はより軽量な戦闘部隊の方を施行しており、計画の将来に疑念を投げかけた。 アメリカ陸軍はこれ以上多数の M104 の購入計画を立てていないものの、もし必要であれば、生産を再開するという権利を留保している。ありがとうございます。